どうもお疲れ様です。初心者が2019年よりゼロから独学通信で書道日本習字を練習中。今回はやってきました日本習字7月号の課題の方を見ながら予習をしていきたいと思います。はい、というわけでね、声が若干枯れてますけれども、寝起きです。はい寝起きでも動画撮ってます。はい、最近ね、ちょっと動画ほんとちょっとね、忙しくてサボってるわけじゃないんだけども、動画の撮影ちょっとサボってるので、今回はね、ちょっと7月号しっかりと予習をしていこうと思っております。というわけで早速見ていきます。はいはい、ということで7月号ですね。まあ、このあれですわ、この画線式課題ですわ、要はね。なので画線式課題の僕は今回はまあ後々ちょっとこの後に見ますけれども、あれですよ、上腹課題かなをやって提出しようと思ってます。というか一つしか提出できないので、まず画線式に書く時の姿勢と、でこのね、立ち上がって書くスタイルと、このストロングスタイルですよね、四つん這いスタイル、膝をつくタイプですよね。僕はね、座りますね。いや、あのね、今度ね、今この机なんですけども、これね、前も言ったかな、あの可動式の机、ちょっと見せようか、今これ動いてんの、これ、わかる、下に行くよ、ほら動いてんのよ、これ、ボタン一つで。これね、マジで買った方がいいと思う。今度紹介するね。はい、というわけで、若干テンションおかしいですけれども、まあちょっとやっぱりさ、でもこれレベル上がってるよね、絶対に。いやー、これはちょっと大変じゃない。だってこれ8級から準初段までがこれでしょ、どないせいっちゅう話やねんこれ。はい、というわけで見ていきますけれども、会社の課題5文字ですかね、こんな感じで、行書、これどれ出してもいいんだよね。僕はね、上腹課題を、正々堂々と出していこうと思いますけれども、だからそこを中心にちょっと見ていきたいな。で、草書で、中字、これよ、これ見て、書けるかい、こんなん、何これ、三色古硬直をうさ儲け、竹栄松陰五輪重巣だってあ、違った、五稜松図、五輪重ですよ、ほんとこれ。いやー、これはちょっといけるかな、上腹ね。まあこのあれですよ、墨継ぎここまでするなって話でしょ、これ一筆で書けって話ですよね。で、2回しかこれ墨継ぎなしで行きましょうってことでしょ。レベル高いって日本習字さん、これはちょっと大変なんじゃないかな。いやー、まずさ、なんだろう、このまず文字がさ、これ多いよね実際にさ。まあ、やるしかないよね、とりあえず。今度近々まあ、動画出せるかちょっと分かんないんですけども、まあ、書いてみたのを、まあ、徐々にこうお手本に合わせていくっていう、この持つスタイルですよね、サラミ戦法的な感じで、少しずつ、まあ、このお手本に近づけていくっていうパターンで頑張っていきたいと思います。だから1枚目はね、ひどくていいんですよ、とりあえず書いてみて、そこからだんだんとこのお手本ね、まあ、これ拡大コピーするんですけどもに修正していくという形で、この五輪中の方を頑張っていきたいと思います。はい、で続き、はい、エレー書とで、天書、臨書、臨書もいいね、これもやりたいですね。これにする？上空やめて、これで逃げる？いや、あかん。で、まあこんな感じで、はい、ひらがながないんだよね、今回は。はい、という感じでございまして、今回は日本習字のこの7月号の課題がやってきましたので、今回提出する上腹課題、こちらの方を頑張っていくという、まあ、一つの、ね、決意表明としてこちらの動画を出しました。皆さんそれぞれね、提出する課題の方を決められて、練習していくかと思うんですけれども、まあね、頑張って、僕は今回この上腹しかも練習しません、もうしない、上腹もしない、なんならもう、いや、はい、という感じで、
集中してね、頑張って、小休小談のチャンスなので一緒に頑張っていきたいと思います。皆さん頑張りましょう。はい、というわけで今回は、日本書紀7月号の紹介をしていきました。頑張って練習を続けていきたいと思います。頑張りましょう。それではお疲れ様でした。